俺あれが9だから、はい、あれがもうねなかなか慣れないんですが、なかなかもうよし分かった、はい、もうなんだよ今日は始まりましたビバリーヒルズ。しかし分かんないね今エレベーター何も全然考えてなかったんだ本当の話。で4階だろ、はいはい、チーンって上がったらお花がずらりと並んで、ずらりと今日はお花あれなんで車内にパチンコができたのかなと思って回転だ誰が闇で作ってんだよ闇でパチンコが作ってんだと思ったんで、ちょっとスタジオ入ったらお花が、はい、綺麗な皆さんからさスポンサーさんから何かそうです、白鶴さんだろう、はい、山田さん、白鶴さん、オープンハウスさん、明治田さん、国際高専さんからお花、山口なんかもあのオープンハウスのあの箱に入った花、はいはい、あれ高いのよだってうるせえねいちいちあれ違うでしょ高いのあれは会社のマーク他のお花いっぱいもらったから愛のはね、ええ、華やかだけど安いのそういうそんなこと言ってません目立つけど豪華なお花あのオープンハウスは高いそれは誰も豪華ですみんな成果も大きなの素晴らしいねそしたらもう社長以下、はい、ゾロ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 さ、はい、お通夜のお証拠じゃないんだからさずらっと並んじゃってさ今日は皆さんウキウキですよそうなのよ、はい、心の準備がないからどうやったらもうみんな社長なんか関わらないお肉ですからねってのはこれなら文句ないでしょなんて言ってはい文句ありませんって大きな箱でしたね すごい従順になっちゃったはいお肉には文句ありませんもう少し働かせていただきます、はい、なんつって今日が何の日なのかをご存知ないのは高田先生だけですよそうなんだよそうなん俺明日はね倒れた日って覚えてるんで、はい、明日が心配停止から年度は違うけどさ12周年、はい、なだから2012年の4月11日に俺倒れたんだよ、はいはい、あのいや大リーグメジャーの DVD 見ながら、はい、見ながら、はい、それが11日なんだよ、はい、4.11 なんだよ明日ね、はい、で4月10日が、はい、今日はですね、うん、なんとビバリーヒルズ放送開始日なんですよ35年前に1989年の4月10日にビバリー始まりましたにスタートしてるわけ、はい、今日で丸35周年なんです。いや物持ちがいいっていうかさ、うちのスタッフがさ、ちょっとだけ歌うんですよって。いいよバカでそんなもんさ、もう物持ち良すぎんで。いや初日のね、アッコさんと先生の二人の会話がね残ってんですよっていうから。聞いてみましょうよ。俺はいらない人でちょっと出したがるんだよ本当に。初回の音源です。ちょっと切ります？はい。いやーなんだか照れてしまいますね。真っ昼真っ昼どうも僕たち恥ずかしいですけどねもう光が入ってきてますもんね、今もう本当玉置さんとうまいですね今喋るね聞かせますどうしたら上手に喋れるんだろうか涙こまないでくださいよまためげてしまった私は叫んじゃいますよもう高田文夫もう行くの大復活偉大な変わる首音アッコのラジオビバリーヒルズとなんだかわかんないな子供の幼稚園のさ発表会みたいなさなんだよね早口だしさ音は悪いしさ終戦直後みたいな音だもんな松本明子さん声高かったですね高いよいや玉木美さんかなんだよなんだよそんなの流してよかったのかねうわ本当だよ。だから俺二人で喋ってたろ、うちのスタッフがさ、まじまじと俺の顔見てさ、前日まで何流したんだ日本放送、その前日まで何流したんだだからお前、炎蔵マミのお昼だよ、よいしょだよ。マミ山瀬マミ。山瀬マミさんが。いかに古いか分かるだろ遠京さんである炎蔵さんな、と二人でこう喋ってたんだよ。ビバリの前の番組は前の日まで。で、そう翌日から俺たちが喋り出したら、もう、遠京さんに怒られた。あんちゃん何でも仕事持ってくね俺のあんちゃん。よいしょっとって、もう遠京さんにすごい怒られたの。よいしょっと。何かって言ったら持ってっちゃうな、あんたりな、なんてさ、俺の仕事殴れちゃったよね、最近よ、なんて。ちょうど遠京さんもほら、ピーク終わって、ちょっと下がってる時だったんだよ。はい、うん、それでね、俺が取っちゃったみたいになっちゃったんだよね。遠京さんが喋ってたんだよ。はい。本当だよ。高田先生、まあ、夜の帯から。はい、やりました。35年。はい。だからそれが1989年で、はい、それで4月10日でしょ、はい、それで2012年の4月11日が俺が倒れてまた復活したってわけだよ、はい、すごいですよ今本番前ずらーっとさ、はい、日本放送の全社員の顔見ちゃった俺、はいあんなもんだろ全員で。みんな、大体全社員見れたね、顔。入ってきた時から知ってるよっていう。そう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 。なんだ、大体知ってるから。はい。で、子供のそのさ、発表会って言えばさ、昨日はほら、あれだから大変だったんだよ。はい、もしや。あれもしや、なんだっけ、はい、劇団スティックだよ。はいはいはい。なもほら、昨日だから。はい。初日と千秋楽だから。コンパクトにまとめて。花輪座長はさ、はい、もう二日間だから。初日いらっしゃったんですか、昨日。先生、初日行くとな、全部ネタバラしするかってし、バラしても平気じゃねえか、あんな話。どうってことだ。それもさ、思いっきりミュージカルだっつうんだよ、お前。すごいだろ、お前。ミュージカル。それが、角筈区民センターだよ、お前。新宿の。もう安いとこだよ、抽選で入るのさ。
すごいんだよ、うちの神さん、どこで行くのって言ったら、俺、角のはずのさ、区民センターでさ、はい、ああ、文太がピアノの発表会行ったところ。子供の少年時代、あそこでやった、連れのさ、渡辺君も、うちの息子もあそこで発表会までやったんですよ。みんな発表会以来なんだよ。すごいんで、そこ借りてさ、だから俺、あの辺、だから、これがスタートした時の89年って、まだあそこに住んでた、すぐそこに。西新宿住んでたからさ、懐かしかったね。だからずっとさ、西口公園歩いてさ、道の。変わったね、綺麗になって。そう、結構遊具も新しくなったり、お店、スタバが入ったりして。スタバも入って、店もできてさ、そうなんだよ。覗きのためごろはいないしね、もう。死んじゃったんだよ。どなたですか？もうあそこの新宿の名物の親父がいたんだよ。覗きのためごろさん。覗き界で有名なね、本まで出したんだよ。俺といつもゴールデン街で夜中飲むんだよ、俺と。ためごろさん今日は何組ぐらいいたかって。あ、そういうの専門家いたの、覗きのね。いたんだけどさ、稲川市さん、綺麗になっちゃったな。そうそうそう。それで、区民センター行ったんで、もう超満員でさ。いや、もうだってさ、舞台の上出てくるの、花輪だけは知ってるよ、俺はさ。あと、みんな素人だからね。素人がミュージカルやるって言うんだよ。最後、棒持って踊るんだね。盾やって。棒読みだから。盾まであるんですか？盾があるんだよ。盛りだくさんですね。俺は何年か前に、刑事ドラマテレビで見てて、花輪くんが出てて、それで次の日、花輪やったから、お前のドラマ昨日見てよ、テレビで。お前流れるような棒読みだなって言ったんだよ。それにあいつが心に刺さったらしいんだよ。流れるような棒読みになりたいと。そこからがあいつのクリエイティブなところってさ、よし、俺は棒で劇団作るってよくわかんない。棒の方が残ったんですね。棒で劇団作りたいって言って、それ劇団スティックになったんだよ。そこから来てるんですか？そうだよ。だから俺はボソッと言ったことがさ、流れるような棒読みだなお前はって言ったら、もうそれで待って、負けん気強いから、俺はもう劇団作って。なるほど。それでもう第2回公演だよ、昨日がお前。素晴らしいです。すごいよ、お前。もう完売ですなんつってさ、言ってんだよ。もうギリでみんな言ってんだよ。大変なんだよ。それでさ、って、はい、始まるなと思ったから、渡辺、あ、ちょっと待って、俺、ちょっとトイレ行ってくんねえなんて。バーってトイレ行ったらさ、はい、おしっこ終わって、ふーっと振っててさ、さ、出ようかなと思ったら、おや、またなんで先生いるんですかとか、お前こそなんでいるんだ、お前。この間、お前、不適切でみんな持ってたら、お前はさ、いや、もうね、工藤君が私をよく知ってて、なんてさ、八島、のりと。あいつがいるんだよ。証明してんだよ。まあ。お互いに、なんでここにいるんですか？お互いに。なんでここにいるんだよ。お前だったら、お前なんでいるんだよってさ。相当な芝居好きですね。すごい多いんだよ。すごい。何、芝居見んの素人って。見んのスティックですからね。なってさ。いや、でも、くどかまない。よく知ってるんですよ、僕のこと。うん、はい。もう20年前からよく飲んでますからね。だけどね、よくね、仕事初めてなんですよ。あ、そう。初めてなの、お前。俺、みんなお前モテちゃったよね、から。いや、くどかま、俺を描くのがうまいだって。なんかそれ、俺あんな感じなんですよ、俺って。やっぱ、だからうまかったですね、なんて、俺ってって。あ、そうか、とか言って、こう、ペラペラ笑ってさ、じゃあ、また、やっとでなんだとか言って、またトイレ飛び出したら、ドンと大きい人ぶつかったんだよ。今度は誰だ？ドンと、大きいなって、あ、すいません、おう、なんつったら、え、カトゥーンの亀梨くん。すごくない？すごくね。ヤシマとションテンチンチンまで拭いてないのにさ。え、そんな手でアクションはやめてぶつかってさ、どんどん俺ぶつかって、あ、ごめんごめんなさらさ、亀梨くんなんだよ。本物ですか？本物だよ。みんな来て、すげえなと思って、やっと席着いたらさ、隣の席からさ、ラーメン大好き、小池さんみたいな頭して、チリチリのやつがメガネ外してるから、先生ご苦労様です。誰だかわかんないんだよ。ラーメン大好き、小池さんかなとチリチリ。あ、ご苦労様です。相方が。相方が、なあいつの土屋なんだよ。土屋が隣にいるんだ。なんだよ、お前。なんだよと言ってさ、それでさ、どの子が芝居見て、帰ろうと思ったらさ、エレベーター押したらさ、先生、なんでこんなところにいるんですか？あ、あたしよってマスク外したら、水森かおり。みんな豪華な客席。客席は全員スターなんだよ。角はずセンターで。全員スターで、舞台上が全員無名なんで、素人が。なんで素人の踊り見てるんだ。スティック。みんな。ジャニーズからさ、紅白何十回歌手からさ、漫才師から、役者までさ、みんな見てるんだよ。うわー、すごくない？めちゃくちゃ豪華な客席ですね。そう、それで渡辺、いや、すごいね。ちょっと少し新宿歩いてみようよって、久しぶりだ。前住んでたから何十年ぶりだからさ。だから、ビバリ始まった頃はまだ西新宿から帰ってたからね、俺。麹町じゃないからさ。だから懐かしいシーンがいっぱいあるわけだよ。で、俺、小田急が亡くなったってニュースで聞いたから、見たいと思ったんだよ。この目で。ほんとすごいな。マジックみたいにスポーンってなくなってさ、西口からスーッとアルタが見えんだよ。電車越しに。すごくないそれ。じゃあ空も。空も全部。あるっていう。大きさも全部変わって。
ほいであそこ小田急ハルクってあるの、はい、あそこで学生であそこ綺麗にするバイトやってたんだよ。そこに親方っていうのがいてさ、すごい人が、はい、親方についていつも昼前に仕事終わると全部掃除したりいろいろハルクを綺麗にすると、はい、おいあんちゃん高田お前飲み行くぞってさ、いつもあそこの今でいう思い出横丁、はい、昔正面横丁したんだけど、あそこの菊屋ってさ一番古いいい店があるんだよ。菊屋さんで元祖チューハイ出した店なんで、いつもそこ連れてくるの親方が。でいつも昼間そこで親方と飲んでたから、はい、もう 2,3 年週に3回4回いつも菊屋で飲んでたんだよ。だからちょっと渡辺行ってみようかと、50何年ぶりにさ、菊屋お前そういうとこだからいいぞお前なんつって行ったんだよ。そしたら菊屋行ったら人もいっぱいなんだよ、はい、そしたらもうさこう2人入れますかねって言ったら、あ2人ちょっと待ってね、はい、ちょっとあ2つ2人席あるよって、はい、もう外人なんでいきなりさ、入り口があまあしょう変わっちゃったななんて思う。お店の名前はそのままで菊屋なんだよ。文字もロゴも全部同じなんだよ。それで、ああ、昔の話をと思ったのになと思って、よっこいしょって座ったらさ、はい、周り全員が外人のインバウンド。あ、そう。ギャーギャーってか、いろんな国の言葉が飛び交ってさ、焼き鳥食べてんだよ。そういうお店も海外の方で賑わって。いや、あれはすごかったな。俺が学生時代行ってたんで、いつもあの聞くやってな。もうチューハイ出してね、最初に。有名なんだよ。今やグローバルなお店に変わられて、街も全部変わって、そうです、ね、いろんな思い出があったね。もう変わらないのは先生がこの時間に喋っているという35年、はい、もう遠京さんと山下さんに変わろうかな。いや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 、まだまだ本当にまだまだお願いいたしますよ。そうですね、今日も皆さんがね、社長以下皆さんがですね、はい、まだまだやってくださいね、はい、なんて言われたから、まあ頑張りましょう、はい、はい、それではそろそろ参りましょう。姫路が生んだ演歌の姫、うん、丘みどりさん生登場。はい、高田文夫と乾きみこのラジオビバリーヒルズ。そう、やっぱり外国人だらけだな。やっぱまあそうしないと、まあ商売の方は大変なんだろうけどな。で、ね、で公園歩いたってみんな外人さんの。なあ、本当。新宿ね、混んでますけどもね。変わったよ新宿も、はいはい。ちなみに今日翔太さんは北海道の方で、うん、のんびりされているということでございます。のんびりしに行ったのあいつ。お前何のんびりしに行ってんだよ。大事な日に。何のんびりしに行ってんだよ。はい、というわけで今日のゲストは岡みどりさんです、はい。そんなこんなで今日も1時まで生放送。生放送口の減らないやつ。この時間は白鶴酒造がお送りします。小沢幸吉です。愛を込めてこの歌を送ります。へんやまるへんやまるおいしまるへんやまるみんなまる日本の酒白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたも救済の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあメールとファックスだね、はい、はい、今日のゲスト演歌歌手岡みどりさんへのメッセージや質問どうぞお送りください。そして今日はビバリーヒルズ放送開始日ということ で、 そういうことですね、本当に。今日のメールのテーマ、あなたはいつ頃からビバリーを聞き始めましたか。35年やってるから、はい、その間節目いろんなことがあるからね、焼肉食べ放題とかね、いろんなのがあるからね、松村倒れるとかね、いろんな事件があるからね。いろんなことがありました35年、はい、この35年、はい、もう1年目から聞いてるよというね、古株な方
方も、実は最近聞き始めましたというにわかの方もいらっしゃるかと思います、はい、ぜひいつ頃からビバリーを聞いてくださってるのか教えてください。メール、ファックスお待ちしています、はい、メールはhills@1242.com、 すべて小文字で hills@1242.com、 ファックスは0570-02-1242、 0570-02-1242でお待ちしています。すべてのメールの中からビバリー名シールを3名様に差し上げます。はい、待ってます。あー、店長が困ってる。売上管理、商品発注、チラシ作成、あー、猫の手も借りたい。ニャー、 N にお任せ。 N？ 長澤まさみさん。はい、 N にお任せならデジタル化で事業成長をサポート、 NTT 東日本グループです。お任せします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10であなたが受け取れるかご確認ください。今日夕方5時50分からの日本放送ショーアップナイターは、8年ぶりに首位に立った中日と2位 DeNA の熱い戦いを横浜から野村博樹さんの解説でお送りします。春のあつらじキャンペーン、総額100万円相当プレゼント実施中。今日は美味しいお肉が当たります。ふみおのちょっといい話。この時間は、好立地続々オープンハウスがお送りします。ただいまの判定についてご説明します。ランナー2、3塁でオープンハウスしたところで、バッターの打球がオープンハウスのためフェアゾーンに転がり、そのままオープンハウスとなりましたので、オープンハウスで試合を再開します。東京に家を持とう。オープンハウス。高田文夫と井上紀美子のラジオビバリーヒルズ。では来週の感謝祭ウィークね、はい、お知らせでございます。2ヶ月に一度のリスナー大感謝祭、来週15日月曜日からスタートです。ビバリはこちらの企画をお送りいたします、はい、ビバリーヒルズ35周年、人気とは高さではなく長さだウィーク。長これ高田先生の語録、人気とは高さではなく長さだにちなんだスペシャルウィークでございます。もうビバリこの春で35周年、もう長く愛され続けていた感謝を込めてお送りいたします。ということで、息の長い活躍をされている方をゲストにお迎えいたします、ね、ゲストの方も息が長いとみんなね、はい、月曜日ははいこの方です。月曜日はオードリー若林さんと春日さん。2000年にコンビを結成して芸歴25年、オールナイトニッポン15年やってんだから15周年。たけしさんのオールナイトだって10年だからね、僕ら2人は。そうですね、もうとっくに超えてるんで15年だもん。素晴らしいよ、うん、そして春日さん結婚6年目、いろいろと長い2人がかれこれ5年ぶりにビバリー登場です。続いて火曜日はこの方、島崎和歌子さんです、うん、アイドルデビューは1989年5月ということで、なんとビバリと同期なんです ね。平成と令和をオールスター感謝祭の総合 MC を務めながら歩み続け、今やもう姉子の貫禄たっぷりでございます。10代からやってるって言うんだから感謝祭な、あれこれ振り返っていただきましょう、うん、続いて水曜日はこの方、笑福亭鶴光師匠です。鶴光でおま、あの鶴光のオールナイトニッポン1974年スタート、ね、ちなみに私翌年生まれました。あ、そう、その前から喋ってんだ、はい、そうです。すごいね、すごいですね、うん、もうエロの無形文化財ビバリー降臨です。そして木曜日は清水美智子さんとナイツのお二人、音楽道場破りは長いリクエストと題して、長く続いていること続けている話とリクエストを募集いたします。そしてラスト金曜日はこの方、はい、
錦鯉のお二人です。こんにちはか。ご存知 M1 グランプリ最年長チャンピオン、ブレイクしたおかげで雅紀さんは歯を治療しまして500万円かけて10本の歯が入りました。柿の種食べられるようになりました。柿の種いいね、はい、さらに来週は JA 茨城朝日村の美味しいメロンのセットを毎日5名様にプレゼント。来週のビバリどうぞお付き合いください。はい、よろしく。ラジオビバリーヒルズ。菓子食品の現金問屋、菓子アンドキャリー田島屋。今の車少しでも高く売りたいんです。男が決心したのはこの言葉だった。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかる。電話してみよう。0120-66-4747 66-4747ガリバーで。高く売れた。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが請求期限があります。期限が切れる前にあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ネイツザラジオショー、水曜日に草野仁さんが登場。ミステリーハンターの安藤夏です。水曜日のラジオショーのスタジオの温度は何度が適温でしょうか？20度。残念、正解は16度です。没収と。いや、低すぎるよ。放送は今日お昼1時から。続いて産経新聞ニュースです。ニュースデスクの藤原さん、お願いします。はい、お伝えします。職業差別とも捉えられかねない発言をして辞職する意向を示していた静岡県の川勝平太知事は、今日中澤君彦県議会議長に辞職願いを提出しました。川勝氏は今月1日の新規採用職員に向けた訓示で、県庁はシンクタンク、野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違い、皆様は頭脳知性が高い人たちなどと発言。県庁に抗議が殺到したため、川勝氏は関係者に今日辞職願いを提出することを伝えていました。県の選挙管理委員会によりますと、辞職願いを受け取った議長から選挙管理委員会へ即日通知があった場合、静岡県知事選挙は来月9日に告示され、26日に投開票となる可能性が高いということです。岸田総理大臣は10日、アメリカ・ワシントンのホワイトハウスでバイデン大統領と会談します。両首脳は防衛面での協力と合わせて、経済安全保障、宇宙やサイバーといった幅広い分野での連携強化を確認する見通しで、会談で合意された内容などは共同声明で発表していきます。今回の岸田総理のアメリカ訪問で期待することなどについて、林官房長官です。今回の岸田総理大臣による国賓待遇の公式訪問におきましては、日米が今や法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化し、防衛安保協力を強化するグローバルなパートナーであるということを確認をいたします。そして日米両国が持続可能で包摂的な経済成長を共に牽引をしていく上で互いに不可欠な存在となっているということを確認をし、さまざまな分野の日米協力を発表したいというふうに考えております。アメリカでの一連の日程を終えた岸田総理は14日に帰国します。韓国のユン・ソンニョル政権の中間評価に位置づけられる4年に1回の総選挙は今日投票が始まりました。即日開票され、深夜にも大勢が判明する見通しです。保守系の
少数与党国民の力が第一党を奪い、政権の安定化につなげられるかどうかが焦点です。与党が劣勢の見方が強く、大敗すればユン大統領は政策推進力を急速に失います。台湾逃亡機地震は今日で発生から1週間となりました。地震による死者は13人で、怪我人は合わせて1100人余りとなっています。東部花蓮県の有名観光地などでは、行方不明の6人の捜索が続いていますが、余震や巨大な岩が作業を阻んでいて、捜索は長期化しています。こうした中、日本放送では、今回の台湾逃亡機地震を受けて、昨日から本社1階の正面玄関などで義援金の受付をスタートしました。詳しくは日本放送のホームページをご確認ください。おしまいに、活動休止中の人気アイドルグループ嵐が今日メンバー5人で新会社を設立したことを発表しました。これはスマイルアップ旧ジャニーズ事務所のタレントのマネジメントなどを担う会社スタートエンターテインメントの公式サイトで明らかにしたものです。今年グループ結成25周年となる嵐はメンバー5人で何回も話し合ったとし、これまで以上に主体性を持ち、日々応援してくださるファンの皆様により近くに感じてもらいたいなどとコメントしました。ただ、具体的な活動の報告などはありませんでした。以上、この時間のニュースでした。藤原さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は、安心財団、三共消毒、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いて日本放送天気予報です。今日の関東地方は晴れ、各地で青空が広がっています。この後も晴れて日差しがたっぷり届くでしょう。気温も順調に上がって、都心の予想最高気温18度の予想です。昨日より低くなりますが、寒さは感じないでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 桜はもう少し楽しめそうです。そして明日も晴れて天気の崩れはないでしょう。昼間は春の陽気ですが、朝晩との気温の変化は大きくなりそうです。以上、天気予報でした。スポーツ伝説のナビゲーター滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。時刻は11時57分、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。中央道の下り線は山梨県の釈迦堂パーキングエリア付近で工事のため2キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションで7キロ渋滞しています。外回りは小倉山トンネルで7キロの渋滞です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下り線は大磯インターで作業のため1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで5キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。都内の第一京浜の上りは大田区大森西2丁目に乗用車が故障して止まっているため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時28分ごろお伝えします。この後は今日のゲスト、岡みどりさんの登場です。花束抱えてますよ。わーい。歌手生活60年記念五木ひろしスペシャルコンサート2024-2025、 5月21日火曜日午後2時相模女子大学グリーンホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。
ピンポンパンポン。県大協ご加入の事業主様にお知らせです。電子申請方式への移行はお済みですか？利用料などは一切かかりません。少子調布方式と変わらずに、掛け金充当しても、損金または必要経費として参入できます。電子申請方式利用者様の感想です。少子の枚数を確認しながら手帳に貼り付ける作業がなくなったので、手間が減ってとても楽になったよ。きっとあなたの会社でも事務作業にかかる負担を減らすことができますよ。電子申請方式、ぜひご検討ください。おいしいルルルルバンバタロール。お、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。高田文夫と乾き美子のラジオビバリーヒルズ。ビバリーは今日で丸35周年。ゲストは姫路が生んだ歌姫、演歌歌手の丘みどりさんです。2024年の勝負曲涙歌をリリースした丘さん、この後すぐの登場です。さあ、そういうわけで今日も11時半から生放送のビバリーヒルズです。はい、お相手が乾き美子でございます、はい。今日は祝35周年ということで、ね、うん、翔太さんお休みで高田先生とお送りしています。もうなんでこんな日に私呼ばれたんだろうとね。なんでもないです。なんでおめでとうございます。ほら、お花まで持っちゃって。あららら、すいません、ありがとうございます。岡みどりさんから大きな花束頂戴しました。なかなかもらえないよ、お花こんな。すいません、ね、いい時に呼んでいただいてありがとうございます。本当にもう申し訳ないよ、本当にね、本当に。じゃあ紹介すればいいのかな。はい、まず、はい、今日のゲストご紹介いたします。はい、姫路が生んだ姫です、うん、そうか、姫路が生んだ姫、うん。今日のゲスト、岡みどりさん。兵庫県は姫路市のご出身で、ただいま39歳でいらっしゃいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、39歳、うん。幼い頃、うん、祖母の通う民謡教室に通い、民謡の道へ。うん、そして11歳の時、兵庫県日本民謡祭名人戦で優勝。うん、さらにコロンビア民謡コンクール、産経民謡コンクールで優勝。民謡の天才少女と呼ばれます。そんな天才少女は演歌好きだったおばあちゃまの影響で鳥羽一郎さんに夢中となります。キーポイントだからね。はい、鳥羽さんといえばもう、はい、もう鳥羽一郎さんですよ、うん。演歌歌手の道に近づこうと18歳の時、うん、アイドルのオーディションを受けて芸能界デビュー、うん。その後改めて鳥羽推しだった自分を見つめ直し、演歌歌手の道へ方向転換。そして2005年、うん、演歌歌手岡みどりとしておけさ渡り鳥でデビュー、うん。2016年、キングレコード移籍第1弾シングル霧の川がヒット。失礼いたしました、うん。2017年、佐渡の夕笛、うん、雨の木屋町で第68回 NHK 紅白歌合戦に初出場。そうそうそう、ね、以後3年連続で紅白出場を果たしました、うん。そんな方が今日のゲスト、岡みどりさんです。はい、よろしくお願いします。素晴らしいね。でも岡さんもなんかあれなの、この間さ、はい、BS でさ、はい、2時間一人でやったでしょ。はい、あれすごかったね。見てくださいました。見てたよ、もちろん。嬉しい、ありがとうございます。 You'll be so nice。 そうです、ジャズ歌ったりの酒場にて歌ったよな。はい、エリチエビ歌ってんだよ。いろんなジャンルの歌ね、ジャズとね、はい、洋服でさ、ね、ピアノを後ろにしてさ、かっこよかったね、あれ。ありがとうございます、嬉しい。割とジャズ歌うんだよね。初めてのチャレンジだったんですけど、はい、うんうん、コットンクラブでライブだということで。そうそう、コットンクラブだよな。はい、いろんな。かっこいいんだよ。うん、2時間歌ったの、ずっと。ね。はい、丸々放送していただいて。丸々ですよね。はい、俺も丸々見たよ。ありがとうございます。歌うまいなと思って。嬉しい。じっくり見ちゃったよ。うん、演歌以外もいろんな、いろんなジャンル歌うよね。はい、そうです ね。コンサートでもこう80年代アイドル昔の、ね、コーナーとか、うんうん、はい、曲とかいろんな曲を歌いますね、うん。そうだよね、はい。子供の時誰が好きだったの、歌手って。鳥羽一郎さんです。即答。早いよ、それはもう鳥羽一郎さん。ためがないよ、ためが。鳥羽一郎さんです。もう即答だね。はい、やっぱ鳥羽さんどの辺が魅力で。いや、もう全てですね。ステージを初めて見た瞬間からもう衝撃が走ったので。どういうところで衝撃が走ったの。バンドの皆さんの真ん中で、うんうん、
微動だにせずに歌う姿、うんうん、こうなんか振り付けとかもなく歌一本で勝負してるっていうかっこよさ、庄司太郎かお前はっていう感じでなスーッとマイク一本でな、庄司、はい、太郎かお前はって感じよ、そこがすごいかっこいいんです、動かないでね、はい、うん、でもう歌の持つ力だったりとか、うん、もう好きすぎて鳥羽さん大好きっていうよりかはもはや鳥羽一郎になりたいと思ってました。なるほど、はい、なりたい、気持ちもなりたいんだ、なりたいってなってたので、おうおう、 なれなかったの、あのなんとかあの同じ職業にはつかせていただきたいと思います。鳥羽命でね、あで同じ職種は選べたと、はい、あよかった、そのぐらい好きなんだよ、はい、もうご本人にはお会いできた、はい、そうです、その思いは伝えられたんですか、その思いをこうガッと伝えるんですけど、いつも、でもいつもこう一言、ありがとうっていうそれがまたかっこいいんですよ、また女の頃揺さぶるんだよ、一言なんだ、ありがとうっつってね、兄弟揃ってな、兄弟揃って本当にな、はい、そういう人なんだよ、あそう、じゃあもうもっぱらもうじゃあ鳥羽一郎だけをこう追っかけてきたわけだ、そうです、じゃあもう子供の時珍しがられたでしょ、みんなから、そうですね、割とあの女の子でね、鳥羽一郎命って人いないもんね、はい、まだ子供で、はい、うん、CD 交換とかで鳥羽さんの CD 持っていても誰も、何で CD 交換って、あのみんなあのこうアイドルの方だったりとか、スピード交換会みたいな、あそうですそうです、この曲いいよみたいなスピードだったり、うん、私たちの世代だと、うん、あとこう小室ファミリーの歌だったりとか、うん、安室ちゃんとか、そういうのを、ね、持ってくるよね、はい、普通持ってくるんですけど、私は毎回鳥羽さんの新曲を持っていってたんです、新曲、はい、新曲です、こんなん出ましたと、はい、で誰も借りてくれなかったって言ってお家に帰ると、うん、あの母がまだ鳥羽さんの魅力はわからないんだねそうよねって言って母も分かんないよ、まあそう、じゃあ母は言ったりと許してくれないから、鳥羽一郎ファンだってこと、はい、すごい、母もじゃあ鳥羽さんは割とひいき目に見てたの、いやそんなこともないですけども、それはもう私だけで見放されてる、はい、なんだよ母は、はい、母は鳥羽一郎じゃないの、はい、母はもう松江、うん、あの、うん、別の方が好きですね、別の方、はい、うん、まあすごいよな、はい、女の子で、はいはい、じゃあなんか最近気になる演歌会のニュース、はい、教えてください、うん、最近気になるのは、うん、徳永ゆうき君の結婚ですね、聞いてないよ、ショックだ な、 そうなんです、私も聞いてなくて、聞いてなかったよ、そうなんです、結婚した本当に、そうなんですよ、で徳永ゆうき、ついそのこの結婚発表がある1週間前くらいに、うん、丸1日一緒に過ごしてて、一緒にいたの仕事、はい、でなんか彼女できないんですよねみたいな話してたので、ちょっとと思って小芝居するねなんかちょっと気になって、で発表があった後に、うん、ちょっとなんで言ってくれなかったのって、言った方がいいよ、すいません、うん、とか言っておっしゃったんですけど、うん、でも幸せなんで、どういう人と、一般の人、年上の方でとっても優しい方っていう話は聞きました、おめでたいなと思って、あもうじゃあ言わなかったんだみんな、そうですね、私には内緒にされてました、他の方には言ってたかもしれないんですけど、軽い方なの、軽い方に見られたんでしょうねこの人に黙ってよみたいな見られたんだと思います、これ結構ショックな人多いんじゃない、徳永ゆうきの結婚、ね、でも何か嬉しかったこととかって最近ありましたか、最近はですね、貫禄が出てきたねって、貫禄だよこの言葉は、ね、もうベテランに入るからね、なかなか39歳、いやいやいや、なんかこうなかなかやっぱりこう先輩方が多い、うんうん、またそう演歌歌謡曲の世界はね、はい、上がまた使えてるからね、使えてるいっぱいいっぱいいるから、残ってるからみんな使えちゃって皆さんお元気で、話し方とね歌謡曲はね本当に残ってるんで、いっぱい年寄りがね丈夫なんでみんなな詰まってるから、はい、うん、なのでなかなかこういう言葉はいただけなかったんですけど、うん、最近になってようやくなんかみどりちゃん貫禄出てきたねみたいな感じで言われるようになって、どういうこと、現場で歌の現場で、はいはい、でこうスタッフの方だったりとか、スタッフが聞いてて、はい、貫禄あるねと、なんかちょっと貫禄出てきたんじゃないって、なんかこうどしっと構えられるようになってきたねみたいな言われたり、あのこうファンの方にも言っていただけるようになったので、うん、貫禄だけはお金で買えないのでね、いいね、そうだね、はい、うん、嬉しいなと思って、うん、そうだよ、でもこう演歌の方たち集まると後輩の立場のことが多いですかね、はい、そうですね、でも、うん、最近は割と若い子もたくさんデビューしてるので、そうだね、多いよね、はい、女の子も多いんですけども、うん、やっぱりこうずっと長年一番下っ端っていうのを、あの身に染みすぎてて、先輩教えてくださいとか、お着物くださいみたいな感じで言われると、どう接していいのか分からなくて、それが悩みですね。あ、今まで一番下だったのが、はい、下ができたからね、自分より下。そうなんです。やっぱちょっとよくしてあげなきゃと思うもんね。はい、はい。やっぱああいうお着物なんかももらえるの？
そうですね、先輩方から私もいただいたりとか。歌手だったらちょっと来てみたいと。はい、今日は犬ちゃんまで来てますからね。はい、ねえ、めっちゃ素敵な、はい、お祝いの日なので、ね、すっごい苦しいんですけど、演歌の方ってこんなに苦しい帯で歌ってるんですか。はい、はい、そうです。どうやるんですか。ギュッと締めないとやっぱりね、はい、だらしなくなっちゃうしね。そうですね。でも声出すんだ。なんか慣れてくるとこうギュッと締めた方が声が出るというか、それで声を出すのを慣れてるので、はい、うん、たまにドレスとか着ると、うん、なんか息を使いすぎちゃうというか、ドレスだと逆に早い方が、はい、ほわーっとなるかな、ドレスは。そう、いや今日着てみても本当演歌の方たちすごいって思いました。長時間だとあれですよね、やっぱ苦しくなっちゃいます、ね、すごいですよ ね, すごいね、はい、そしてお仕事とプライベートではお子さんを育てていらっしゃって、はい、育児の日々いつ生まれたのお子さんって。今2歳になるんですけど。はい、うん、女の子。はい、女の子です、うんうん、もう最近ブカブカの子制服と体より大きなリュックを背負って入園式があったんですけど、あ、かわいいね、もうなんかその姿見ただけで涙が止まりませんでした。よく育ったみたいな。そうなんです。あ、そうで、ね、人徳者よな。はい、うん、あの前回ビバリー来てくださった時に子守歌で鳥羽一郎さん歌ってるって、はい、おっしゃってたんだけど、子守歌で。はい、そうなんですよ。どういうこと。もう子守歌でいつも鳥羽一郎さんの歌を歌ってたら、うん、なんか娘がちょっと変な癖がついちゃって、うんうんうん、あの普通の歌も全部なんかビブラートが激しくなって回すようになっちゃった。はい、アリのおーおーママのおー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 、なんかそんな歌じゃないよみたいな。拳回っちゃって。そうなんです。穴雪歌ってるだけなんですけど、割と拳と、はい、それはすごいな、激しめになっちゃって、いいのかなと思いながら。あ、そう、はい、2歳か、可愛い盛りだね。そうなんです。じゃあ大変だね、育児やりながらその合間縫って仕事を行くわけだもんね。はい、そうです。大変でしょう。でも楽しいです。楽しい、はい、楽しいです、うんうん。両方すごい楽しみながらさせてもらってるので。おもちゃとか結構買っちゃいますか。そうですね。あの、小さい頃私シルバニアファミリーを、はいはい、大好きで、たくさん買いたいなって憧れてたので、娘にちょっと買ってあげようと思って、すっごい量揃えたんですよ。で、どん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 新作が出るので、どんどん買っちゃったの。どん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 買い続けたんですけど、あんまり娘は、そんなに喜んでなくて、私がすごいハマってます。自分用じゃない。自分用になっちゃって。自分用じゃない。夜な夜なこう、配置変えたりとかしながら。自分用で買っちゃってるんだ。そうなんです。あ、そう。楽しみだね、女の子ね。最近 お嬢さんが気に入ってる曲とかって何がありますか。娘さんがもう新曲の、はい、私の新曲の涙歌を。もうすごい、そうなんです。もう涙ぐましいね、キャンペーンが。もう子供も歌ってる、ね、もう歌ってるキャンペーンで。えらい、よく育てた。なんか、うん、よく育てた。この新曲、涙歌を歌うわけだろ。歌うんですよ。顔から2歳の子が、私の人生何なのか。もう寒いよとか言うんだろう。そうなんです。寒いよから始まるので、日常会話で。温めてやれよ。寒いよ、寒いよってんだよ。外に出た時に子供が、寒いよって、はい。寒いって言った瞬間に、ててやれって。あってなって、寒いよって歌うんですよ。ちょっと大きな声で。着せてやれって言うんだよ。ちょっと寒いよ。子供が泣いてんだから寒いよって。で、歌ってくれるの。はい、歌ってくれます。いいキャンペーンになるよな。そうですね。あの曲はひょっとしてなんてなるよな。そうなんです。子供が歌ってくれるよ。スーパーとかでもずっと歌ってくれますので。ずっと叩いて、叩いて歌わしてくれ。寒いよって歌って、はい、歌わしてくれいいんだよ。だそれは可愛いね、はい。歌ってくれるのはね、いいね。そうなんです。じゃあそのお嬢さんもお気に入りの新曲。はい、じゃあその新曲な、はい、これ話題の。おかけしたいと思います。じゃあ曲紹介をじゃあ、はい、岡さんから。はい、うん、今年の2月にリリースしました、はい、岡みどりの新曲です。寒いよ。涙歌、お聴きください。はい、寒いよ。地下鉄出たら不意に夕立ち土砂降りの雨まるで幸せこれ見よがしに傘を開いた
二人連れ寒いよ寒いよ冬はまだなのに色づき始めたほどで濡れながら私の人生街の日一人ながら一人窓辺で飲む缶ビール彼に電話をする気も起きず時の速さを思うだけ緑さんの新曲涙歌聞いていただきました。相当寒いよ寒いよと叫んでましたね。そうですね、子供の歌じゃないよって。寒いよ寒いよって缶ビール開けろみたいな。子供が歌じゃないの。2歳が歌ではないですね。絶対に思い出数えて卒業アルバム卒業写真子供が歌私の人生何なのか。寒いよ寒いよ。なんだよ。お気に入りなんですうちの娘の。これよかった。まあね子供は罪はないからね子供には。そうですそうです。おいで歌ってもらいましょう。さあベスト3いきましょう。はい、はい、今日のゲスト岡みどりさん新曲が涙歌ということで、うん、思わず涙芸能生活の失敗談ベスト3を選んでいただきました。ね、なるほどね。はい。岡みどりさん思わず涙芸能生活の失敗談第3位は新幹線で、うん。これはですね。新幹線で。はい。うん東京に帰る新幹線に、こう、誰も乗ってないと思って。夜遅くなの？はい、そうなんです、うんうんうん。終電近かったんですけど、うん、あ、今日誰も乗ってない、ラッキーと思って、うんうん、覚えなきゃいけない曲があったので、うんうん、最初イヤホンして、ちょっとちっちゃい声で歌ってたんですけど、誰もいないから、いいやと思って、うんうん、ちょうどアーム上を覚えなきゃいけなくて。アーム上はい、うんうん。
綺麗でしょ、ひらひらといい女でしょ、ふーふーって言って自分一人で。そのサイズで歌ったの？はい、このサイズで。ズで割とこのサイズで歌って。新幹線の中で。はい。で、気持ち、あ、これで覚えられた、歌詞も覚えたと思って、完璧だと思っていたら、東京駅で私降りる予定だったんですけど、品川で私の目の前の人が、バッて立ったんですよ。いたんだ。いたんです。1ミリも倒してなかったんですよ。で、前に一人の知らずに歌ったって、はい、スーツ姿の男性だったんですけど、すっごい不思議な顔して私の方をずっと見てたので、うん、私も目を合わせられないと思ってずっと下向いて顔隠してました。下ろして。めちゃくちゃ恥ずかしかったです。キョロキョロ見ていっちゃった。ずっと見てます。不審な人を見る目で見てました。なんで歌ってんだろうと。すごい大きな声で。俺がアーム上だと。俺の方がアーム上だと、これは。歌声聞こえてきて。本当そうですよ。本当だよな。よく怒られなかったなと思って。アーム上ってな。ねえ、うるさいよって言われても仕方ないぐらいの音量だったので、申し訳なかったなと思って。やっぱりそういう空いてるところとか見っけると、やっぱつい歌いたくなっちゃう。そうですね。やっぱ覚えなきゃと思うので、声出さないと覚えられないので、歌詞を。うんうん、なので一生懸命歌ってたんですけど。つい歌っちゃうわけだな、これ。はい。立てました。こういうことがあると、はい、なるほど、ご苦労様、はい、続いて岡みどりさん、思わず涙、芸能生活の失敗談、うん、第2話、はい、ボール直撃、ボール、うん、はい、あのコンサートでサインボールを投げてるんですね、最近。すごいのよ、はい、うん、で、始球式もさせてもらって、割と本気で、ね、うん、はい、投げる練習をした後だったので、投げる方も思いっきり投げてんの、はい、なんで後ろの方にも、うん、届けたいなと思って、遠く投げられるように、はい、うん、思いっきり投げようと思って、うん、力いっぱい投げたら一列目の人にバーンと直に顔に直撃しちゃって顔面に直撃して、すいませんって言って、まあ、ゴムボールだったので大丈夫だよとかおっしゃってたんですけど、もう申し訳なさすぎて、申し訳ない、はい、うん、そっからなんかもう何歌ったかちょっと記憶が定かではない、パニクっちゃって、パニクっちゃってぶつけちゃったから、はい、申し訳なさすぎて、すごいな、直撃顔に、顔面に直撃しました、ビンボール、はい、すごいな、申し訳ないですって言って、野球選手でもないのになんでサインボール投げてんの、はい、いや、なんか遠くに届けたいな、サインして投げたいと、肩鳴らしときたいなと。じゃあ何球かは投げてんの？はい、投げてます、投げてます、何球も、うん、割と15球ぐらいは毎回投げてるんですけど、うん、いつ始球式のオファーが来てもいいよみたいな、えらい、もう努力をねしてないと、もう、ああ無情だからね、はい、うん、それから直撃したと、はい、そういうことか、そうです、意外に周りの人が迷惑してるって話が多いね、そうですね、多いね、先生まとめないでください、まとめないでください、周りの人が迷惑困ってるっていう話が多いね、さっきのアームにしてもね、歌ってんなみたいな、今のところこっちがぶつけられてるしな、さっきの人は歌われちゃってるしな、寝ようと思ったら寝よう、もうちょっと品川まで寝とこうと思ったら歌われちゃってるし、嫌ですね、周りの人が迷惑してるっていう、そんな熱伝ですよ、お話ですよ、はい、岡みどりさん、思わず涙、芸能生活の失敗談第1位は、やわら事件、やわら、はい、どういうことですか、これはですね、あのコンサートで伴奏と全く違う歌を歌ってたんです、うん、私また迷惑かけてるの、はい、また迷惑コンサートバンドみんなに迷惑かけてるじゃないですか、そうなんです、まとめて、はい、何やってんだよ、剣一筋という歌を、美空ひばりさんの剣一筋という曲を歌わなきゃいけないのに、うんうんうん、その前の週に別の番組でやわらを歌ってすごい練習したんですよ、うん、でひばりさんひばりさんで、はい、で、うんうん、ちょっと前奏が似てたので似てたからって、そうなんです、で一行ぐらいはなんか合うんですよ、うん、はあ、1行目はあって、はあ、2行目から不安になってきて、3行目で全然違うんですね、違うぞと、そうで、ざわざわして、あ、これは絶対違うと思ってお辞儀だけして1回戻ったんです、で戻った時に何が違う、何が違う、誰か教えてって言ったら、はあ、マネージャーさんがバーッと走ってきて、はあ、大丈夫です、何も違いません、はあ、自信持って言ってくださいって言うんですよ、うん、え、そうよねって、うん、違うことないよねって、うん、入るとこ間違えたのかな、大丈夫です、大丈夫です、そのまま行ってください、そのまま合ってます、姫行ってらっしゃいとか言って、うん、言うんですよ、うん、で私そのままた自信持って、うん、勝つと思うなって歌うんですけど、うん、やわらは青春のやつなんだ、はい、本当は、うん、全然違うんですよやっぱり、うん、でもう一回戻るんですよ、うん、で合ってるよ、合ってます、合ってるのにね、なんでだろうねって言ってマネージャーチェックしなきゃダメだよ、マネージャーチェックしなきゃダメだよ、いらしてる方ですか、はい、そうです、あのすごい大笑いしてる方なんですけど、めっちゃ笑ってますけど、で3回それを繰り返して、3回もやったの、3回もやったんです、でもお客さんもなんかあの一緒に剣一筋を頑張って歌ってくださってて、でスタッフの方がバーッと歌詞持ってきたら、え、
全然違う歌じゃんってなって違う歌を歌ってた、私違う歌歌ってたんだってその時気づいて戻った。3回も歌いました。それバンドも客もマネージャーも誰も気がつかない、はい、そうなんです、誰も気づかなかった。みんな聞いちゃいねえんだな人の歌な。なあ、バンドから客からマネージャーから誰も聞いちゃいねえんだ。誰一人聞いちゃいねえんだよ人の歌な。分かるよな、違いますよって。そうなんですよ、うん、誰も教えてくれなかったんでもう頭真っ白になりましたね。これはこの3つはもう本当に最近ここ半年ぐらいで、ここ半年ぐらいのエピソードです。全部迷惑かけてるわけな。そうな、半年間で随分人に迷惑かけてます、はい、すごいね。でもコンサートでそうだよ、間違うことはないでしょ、そんなに歌。そうですね、あるの、ほとんどないです、私ほとんどないので、うんうん、何が起こったのか知らねえよ。何が起こったの。この後も岡みどりさんとお送りします。テリー東です。唐揚げの天才が焼肉弁当を始めましたよ。タレに漬け込んだ熟成カルビをお店で炙る本格焼肉弁当です。おすすめは焼肉と唐揚げ両方が楽しめる焼肉&唐揚げ弁当です。アパートマンション空いてて困った、どなたか借りてくださいな。それならザ・リーブ、築年数問わず空いてるお部屋借り上げます。一部屋からの賃貸保証はリーブライフ21のザ・リーブにお任せ。 045-325-5600 ザ・リーブ。キャッシング・カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる、必ず信用情報に影響する、全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。 おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ネジザラジオショー、水曜日に草野仁さんが登場。ミステリーハンターの安藤夏です。水曜日のラジオショーのスタジオの温度は何度が適温でしょうか？20度。残念、正解は16度です。没収と、いや低すぎるよ。放送は今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの奥村さん、お願いします。はい、湾岸線の空港中央から埼玉方面のルートです。湾岸線の空港中央から5号線美女木ジャンクションまでは、大井ジャンクションを経由して中央環状線の外回りを通ると50分です。空港中央から三郷ジャンクションまでは、湾岸線を東へ進み葛西ジャンクションを経由して中央環状線の内回りを通ると1時間です。続いて霞ヶ関から東名高速道路中央道方面のルートです。霞ヶ関から東名高速道路海老名ジャンクションまでは、3号線と東名高速道路を下って55分です。中央道の八王子ジャンクションまでは、4号線と中央道を下って50分です。おしまいに、湾岸線の大黒ジャンクション方面向かう西行きは川崎航路トンネルで事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの奥村でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分ごろお伝えします。プレ 45th アニバーサリー聖子松田コンサートツアー2024ロリポップ、6月8日土曜日埼玉スーパーアリーナで夕方4時開演。チケットは5月25日発売開始。お問い合わせは 0570-00-3337 サンライズプロモーション東京まで。続いてはラジオリビングです。
今日は金福一本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子です。柿穴さんお願いします。はい、柿穴忠です。今日の日本放送ラジオリビングは金福一本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子をご紹介しています。特大で特上でお買い得という3つの特が揃った明太子、ほとんど形が崩れていない切れ子だけを厳選し、金福秘伝の熟成明太だれと一緒に一本一本丸ごとパックしました。たっぷり入ったタレがじゅわっと中まで染み込んで、より味の深み、旨味のある辛さを感じます。68時間以上じっくりと熟成させた漬けたての味わいを鮮度そのままに閉じ込めてます。しかも個包装だからとっても便利なんですね。届いてすぐに冷凍庫の空いてるスペースに保管できますし、一本ずつ食べる分だけ解凍できて楽なんです。金福一本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子、合計1キロの大ボリュームで税込み6980円です。倍の2キロセットは税込み11800円。お得なまとめ買いをお勧めします。関東1都6県送料込みです。お届け返品などについてはお問い合わせセンターへどうぞ。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-1242-86 までどうぞ。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。4月10日水曜日、東京地方今日の天気は晴れ。関東地方は各地で青空が広がっています。最高気温は昨日より低くなりますが、寒さは感じないでしょう。桜はもう少し楽しめそうです。この後も岡みどりさん。そうそう、はい、来ました、はい。じゃあ今度はですね、リスナーから質問がね、はい、いくつか来てますんで、はい、はい、調布市のアップリケさんから、はい、岡みどりさんに質問です。ダイビングが好きな岡みどりさん、はい、ダイビング、はい、そうなんです。すごいね、何でもやるね。今までで一番感動したダイビングスポットはどこの海ですか？パラオですね。出た、パラオ。はい、パラオの親善大使させてもらってて、パラオでコンサートをしたんですけど。親善大使なの？はい、そうなんです。パラオのパの字もないけど、今見てる。パの字もない。本当ですか？ないですか？パラオ感出てないですか？出てない。パがないもん。本当ですか？パが、親善大使なの？はい、うんうん。海がもう本当に綺麗で、うん、見たことない魚の量と、うん、もう水族館以上に水族館。どういうことですか？わかんないです。水族館以上に魚がいるということが言いたかった。水族がいっぱいあるってことですか？水族館以上に魚が。パラオの方ですか？パラオの方です。パラオの方です。大きなマンタが近くで見れたりとか。マンタな。はい。いいね。でっかい。もう透明度も全然違うので、ダイビング。そこが一番いいの？ダイビング。はい。前から潜ってんの？いろいろ。はい。小さい時から？ある日突然、ウミガメと泳ぎたいと思って、25歳ぐらいの時に一人で沖縄に飛び込んだ。飛ばいじろって言いながら飛び込んだの。飛ばいじろウミガメって言いながら。ウミガメ飛ばいじろみたいな感じで飛び込んで。はい、飛び込んで。そこから飛び込み出したの。はい。すごいね。それから、はい、ハマってます。へぇー。行動派だよね。ですよね。はい、すごいの、ね。栃木市のマグロうまいなーさんからです。マグロうまいな。岡みどりさんと三山ひろしさんのファンです。おー、いいね、三山ひろし、うん、いつかコンサートに行きたいなと思いながら、みどりさんが歌っているのを見て、みどりちゃんとこう親衛隊のように吠えています。まだまだファン歴が浅いんですが、うん、コアなファンとの印象的なエピソードはありますか？うん、あれやっぱコアなファンいるでしょ、結構ね。そうですね、やっぱりこうずっと毎日毎日旅続きで、それにずっとついてきてくださる方とかいるんですよね。旅先ずっとついてくるの？はい、1週間なら1週間、10日なら10日間、ずっと同じ行程で、見に来てくれて。じゃあそこ宿も取ってるわけだね。はい、まあ、それ近く、はい。で、1週間ぐらい経ってくると、やっぱり疲れてくるじゃないですか。私もそうなんですけど、やっぱ見に来てくださる方も疲れるので、早く家に帰りたいねって言って。ファンの方から言われるんですよ。会話するわけだ。そうそう、もう帰りたいねって。ね、もう家帰ろうよって。明日ようやく帰れるねとか言いながら。お互い切実なんだ。そういう、はい、交流が、キャンペーンの。そういう人がいるわけね。はい、もうそういう方に支えられてるおかげで歌えてます。支えられて、はい。あ、そういうのいるんだ。すごいね、やっぱり。愛されてますね。ありがたいね。港区のパパのママレードさんからです。
幼いお嬢さんを見てやっぱり私の子だわと思うことはありますか？親子で似ていますか？あ、似てるところある？ありますね。なんか、うん、嬉しいこととか楽しいことがあると、うん、すぐに歌にするんですよ。歌にするよ、はい、寒いよ寒いよって。そうなんです。なんか私も結構嬉しいことあるとミュージカルみたいな、うん、踊っちゃうの？はい、なんかこう歌いながら、うん、今日はなんとかみたいな感じで歌いながら生活してるんですね。大きいですね、うん、大きいね。それが娘も、娘もただいまみたいなの、はい、今日はおやつ嬉しいなみたいな、うん、なんかそういうのを言いながら、うん、声があと大きいので、あ、いい娘だなと思って、いい、ね、やっぱ出るわけだ、はい、声が、お腹から声が出てるなっていうのは、それいいね、はい、感じますね。え、顔は似てるんですか？顔は全然似てないんです。あら、はい、似てないの、はい、うん、夫に似てるので、うん、全く夫のうり2つ。夫の子ではあるけど、はい、お母さんの子ではないわけ。違います。私の子です。複雑。産んだのは私ですね。はい、私です。覚えあるでしょ？はい、あります。確かに。で、似てないの？顔はあんまり似てないですね。やっぱ一緒にいるとパパにそっくりだねみたいな感じでは言われる。パパ、ね、はい、でも歌うところはお母さんになるね、はい、面白いね。伊勢原市のアクアフェリオさんからです、うん、演歌歌手としては異例のへそ出しルックやミニスカートはご自分で考えたんですか？あ、そういうファッションはどうする、どうする、考えるの？自分では考えてないです。どういうことですか？もう毎回こうデビューの時も、うん、スタッフの方にとにかくインパクトが大事だからこれを着なさいって言われるがままですね。あ、インパクトのために、はい、うんうん、もう私は本当に泣きながら着てましたね、その頃は。泣きながら着てた、はい、着物着たいよ、綺麗な着物着たいよって言いながらへそ出しの服を着てました。辛いね、それも、はい、その時期があって、そういう時期が、はい、でもね、話題になりましたもんね。そうですね、デビューの時は、はい、で今日があるということでございます、はい、そうです。さあ新曲の方はですね、涙歌ね、はい、寒いよ寒いよと言っておりますんで、はい、はい、涙歌発売中です、はい、そして7月に大阪の新歌舞伎座でコンサートがあります。岡みどりコンサート2024演味ボリューム5、演味って演歌の演に魅力の味か、はい、お7月26日金曜日と27日土曜日の2Days です、はい、じゃあこの辺で大阪行く方はぜひともね、はい、そうですね、はい、詳しくは岡みどりさんの公式サイトをご確認ください、うん、大阪の新歌舞伎座で7月26、27です。もう何回もやってるでしょ、新歌舞伎座は。そうですね、はい、うん、歌いやすいでしょ、ね、あそこ、はい、ね、とっても歌いやすいです、うん、やっぱり劇場の重厚感というか、うん、大好きです ね、 ね、でこの日いい、ね、7月26日私お誕生日なので、ぜひ会いに来ていただけたら嬉しく思います。みんな1週間泊まり込んで追っかけちゃうよ、またみんな。お願いします。26、27と、はい、じゃあメッセージ、ラジオ聞いてる皆さんにね、はい、一言、はい、今涙歌という曲で頑張ってますので、はい、皆さんたくさん聞いて歌ってください。寒いよ寒いよです。寒いよ寒いよお願いします。それじゃあカップリング曲、じゃあ最後紹介してそれでいきましょう、はい、はい、カップリング曲はあぶくま恋慕情です。はい、というわけで今日のゲストは岡みどりさんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。カタカタと鳴く風に震えて煽られて、ツバメはまた次の春を探しさまよう。さよなら私はもう行くわ、二度と出会うことはないわ。雪割り橋には思い降り積もる、あぶくま恋慕情。高田文夫と乾井貴美子のラジオビバリーヒルズ。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800、400-800。
立関東電気保安協会は24時間365日電気の安全を守っています。任せて安心、確かな技術、あなたのそばに関東電気保安協会。関東電気保安協会。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は安心財団、ナブコシステム、久光製薬がお送りします。経営者になって気がついた社員を守る大切さ、そして難しさ。だから選んだ安心財団。怪我の保証に快適な職場づくりの補助金、福利厚生まで充実。社員の日常をしっかり守れるのは中小企業にはありがたい。安心財団。自動ドアのメンテナンスはすぐにナブコにコール。0120-0725-86 O ナブコハロー。24時間365日メンテナンスを受けたまわります。自動ドアはナブコです。ナブコシステム。なかなか治らない水虫にお悩みのあなた、ブテナロック V アルファクリームです。しつこい水虫に効くのが私の優れた殺菌力。優れた殺菌力で水虫徹底的に治しましょう。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。ショーアップナイタートゥデイ、夕方5時50分からのショーアップナイター。今日は横浜スタジアムから DeNA 対中日戦をお送りします。はい、解説野村弘樹さん、実況は松本秀夫アナウンサーでお送りします。8年ぶりに単独首位に立った中日と2位 DeNA の対戦、予告先発は DeNA が小園投手、中日が松葉投手です。ショーアップナイターは春のあつらじキャンペーンを実施中。クイズトリプルチャンスは美味しいお肉が当たります。今夜のショーアップナイターもどうぞお楽しみに。はい、お楽しみに。シロアリ駆除なら1にも2にも3強消毒。家の周りで羽アリを見かけた、それはまさにシロアリの危険信号。日本放送ラジオリビングと来年創業100年を迎える三共消毒との共同企画、お問い合わせは 0120-1242-86 まで。三共消毒。ドキドキ、ワクワク、楽しいがあふれ出す、あなたの日常に驚きを。快適な居心地空間を提供するドキワクランドは東京、神奈川、静岡に9店舗展開中。すべての人に感動を。パチンコ&スロットドキワクランド。駅前のアパ空いてるか。はい、空いてます。予約できるか。はい、できました。どうしてそんなに早いんだ。はい、アパのアプリです。簡単便利なアパアプリ、500万ダウンロード突破。お電話アパ。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は三共消毒、パチンコ&スロットアミューズ、アパホテルがお送りしました。デビュー15周年を迎えるロックバンド、アフラットオブサークルが満を持して日比谷野音でワンマンライブを敢行。アフラットオブサークルデビュー15周年記念公演、ライブアット日比谷野外大音楽堂、8月12日月曜祝日。詳しくはイベントホームページをチェック。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送、高田文夫のラジオビバリーヒルズ。お便りいきなり大笑い。はい、今日のテーマがですね、あなたはいつ頃からこのビバリーを聞き始めましたかということですね。35年やってますから。たくさんメールファックスいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。横浜の三河屋さんからです。うん、夕方放送していた巨匠高田文雄のラジオで以降に出会い、夕方俺野球と交互でさ、半年半年やってたんだよ。それでこれが始まったんだよ。なるほど。2年間試し運転があったんだ。そんな下もあったんですね。あるよ。その流れでビバリーも開始当時から聞いています。うん、ありがとうございます。一番の思い出はやはり連続ラジオドラマ、愛の笛吹き川。名作だったな。もうあれはもう連続ラジオドラマだから。うん、今にして思えば元祖スティックだった立川談春さんの名演技にただただ震えたものです。だから棒に夢中だから。なるほど。もうすぐ棒を採用するからね。談春の棒読みってすごいからな。もうそのまま読んだら棒出た。さがみのターボーさんからです。ビバリー最初から聞いてますよ。あの答えが分かりづらいタゴアキラの頭の体操ありましたね。タゴ先生ね、頭の体操あったよ。タゴ先生の後に来たののお兄ちゃん、
マサルちゃんになったんだよな、はい、そうでした、そうでした、そして市原市のスノケンさんからです。34年前から聞いてますよと、うん、印象に残っているのは松本明子さんがとにかく漢字が読めないことですそうだよ、うん、若手を苦手と読んだり、苦手三人衆って言ったんだ若手さ翔太とさ武田の成長さあそれでは苦手三人衆どうぞって苦手なのか俺たちは生娘を生娘と読んだり、うん、そうなそれが売りだったからもう読めないっていうのがあと当時プロレスラーだった石川県知事の長谷さんが来た時は、うん、長谷の字が読めなくて、うん、バヤとかそうマーヤ、マーヤ馬なりとか言ってましためちゃくちゃだよね、うん、解決グサットさん、私は以前東京四ツ谷にあった文化放送を聞いてたんですが、うん、ある日チューニングを間違えると東京ビートルズの歌が聞こえてきたんですそうだよ俺が見つけたんだよお前、それがビバリーヒルズとの出会いでした。そうだよ、それにもう大竹さんしびれて俺もう行きたかったなって、俺生で見てるよ大竹さん、ね、俺東京ビートルズと本物ビートルズ、はい、両方見てるのはこの日本の中で高橋さんだけだって、はい、お墨付きもらったんだから大竹さんが両方を生で聞いてる人は高橋さんだけだよ、すごいよやっぱり。いませんよ、松竹センタルの幕前で見たんだよ、幕前で踊ったんだ、歌ったんだよ、あの貴重でございます。最初のやや、はい、映画の前座で歌ったんだよ、東京ビートルズが、東京ビートルズが、うん、入ってくださったかと思います。すごいよ、夏休み中に九十九里ふるさと祭りの夏生中継あったね。まあ、高橋先生はヘリコプターに乗せられて気持ち悪くなってました。うるせえなもんだろ。そうだよ、あったあった、トランパラリン、ミンパラリンさん、宮城の方はですね、うん、半年前から聞いてくださっているそうです。ありがとうございます、うん、年齢的にも日本放送が合いますと、ね、どういう意味だね、年齢的にって大人の日本放送なんだな、ありがたいです。さあじゃあその年にね、はい、大ヒットした、はい、もうなかなかかかんないからね、うん、僕らの好きな、はいはい、ウィンクで寂しい熱帯魚、懐かしいです。
確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より B 型カーエンの方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ここで日本放送からのお知らせです。4月3日水曜日に発生した台湾の東部沖を震源とする地震の影響で現地では大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するためお聞きの皆様から支援金・義援金をお受けしております。銀行での振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号 1856611、 口座番号1856611、口座名義日本放送義援金にお近くの銀行からお振り込みください。なお振り込み手数料は各自でご負担いただく形となります。また有楽町の日本放送本社では正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いいたします。日本放送ラジオビバリーヒルズ。続いてはハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の小田涼子さん、お願いします。はい、こんにちは。千葉市内、風が少し冷たいですがよく晴れています。さて今日は佐倉市にある世界一の植物科学企業を目標に掲げる時は植物科学研究所からのご案内です。この度皆さんの健康づくりを応援する施設をオープンしました。一つ目は桜ヘルシーテラス。桜ハーブ園の景観を楽しみながら社員も利用する食堂として、ランチタイムは健康的な日替わりメニューとサラダバーをご提供。それ以外はコワーキングスペースとして利用できます。テラス席もあり、ハーブを使った食品などを販売するコーナーもありますよ。次にさくらスポーツパーク。フットサルやラクロス、3on3バスケットなど7種類以上のスポーツが楽しめる施設になっています。さらに1000種類のハーブがあるさくらハーブ園では、
これからブルーベリー摘みなどのワークショップも予定していますよ。詳しくは時は植物科学研究所のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。小田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。親子仲良く家庭も円満ね、35年やってて、こういう名曲も生まれましたから、はい、そんなもんだよ、しょうがない。昭和ノエル・コエルさんですからね、はい、これは私が詩書いて、はい、玉置浩二さんが曲をつけて、はい、そうですよ、玉置さんがね、ノエル・コエルさんの大ファンでね、この人も漫才来る元気になりますね、よかったよね、うん。でまずは当選者、はい、今日のビバリー名シールが当たった方、綾瀬市のさくらさん、海市のパイプラインさん、あきる野市の一番星さんです。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。さあ今週のビバリーですが、はい、明日は明日木曜日、清水美智子さんとナイツで音楽道場破り、うん、SNS リクエスト謎かけのお題はミュージカルでお送りいたします。昨日のあれだよ、ギナスティックだよもう金曜日は高田先生、松村邦弘さん、伊沢雅香ちゃんのゲストに、ベトラン女優の梶芽衣子さん来てくださいます。なかなか来ないよ梶さん、来る。今度ほらライブあるらしいから、おお、張り切ってんだよ、うん。そして来週のビバリーはリスナー感謝スペシャルウィーク、ビバリーヒルズ35周年、人気とは高さではなく長さだウィーク、うん、来週ね、月曜のゲストオードリー、オードリー火曜日、ね、うん、島崎和歌子さん、おいい、ね、水曜日笑福亭鶴光師匠、うん、そして木曜日音楽道場破り長いリクエスト、そして金曜日には錦鯉が来てくれます。揃ったね、では長い人がいっぱい来週はね、はい、揃いましたんで、 そしてですね、この後もう今もちょっと来てくれました、はい、座長がね、劇団スティックの座長が来てましたが、座長と観客席が似合う土屋君が来てくれたからこの後1時からはナイツザラジオショー、うん、お隣のスタジオのナイツさん、安藤松さん、 ありがとうございます。座長どうもご苦労さんでした。あ、今日お花もあのそこのブースのところにいっぱい置いてある。スティックのためじゃない、スティックじゃない、私用ビバリーのお花ですから、ね、座長私用です。あ、すみません、私の35周年ただ海の親ですからね、先生が。そうそうそう、スティックの海の親海を出すみたいな言うな、お前どうですか座長、あれやってみて手応えは。昨日その後3時間ちゃんと修正してまた今日臨みますので直し入れたんですか。直し入れますんで、はい、あの後、うん、はい、あのしっかり反省会して、じゃあもう今晩のステージはまたぐっと変わって、今晩はもう本当にあの、うん、一切棒とかないですね。あら、なんですか棒がないって。もう うまくなります一夜で上手くなるんですか。上手になります、はい、一夜で。え、当日券とか今日はありますか。なんか当日券少しあるみたいです。じゃあ通販センターに、はい、ね、客席の土屋くん、土屋くん、はい、あ、そうですね、まあ、捉えてみてたけど、分かりづらくて気づかなかったみたいですね、先生の。そうなんだよ髪の毛チリチリだから、うん、ずっと先生が横で、うん、金かけてなさすぎだろってずっと言ってましたけど、ね、かけてなさすぎだろこれ。だってオープニングさ、はい、幕開いたらさ、何にもセットないんだよ稽古場みたいなんだもん。だってしょうがないんですよ楽屋2つ借りる金もないんですから何一つ金かかったらセットがないんだもん。抽選で当てた区民センターでやって区民だったらあれただで借りれるようなとこじゃなかったそうだよ、ツノハズホールダーないんですから、ね、お子さんの発表会で見たんですもんね。そうだよ、男さん発表会だもん、はい、持ち出してやってるの、まあ、もう来年の会場抽選行った方がいい。来年も抽選に明治座で来年はやりたいと思って重ねようもうじゃあ頑張ってな、はい、ありがとうございました。ビバリーはまた明日です。はい、最近就活ってよく聞くけど何から始めたらいいの？4月22日月曜日午後1時30分から日本放送イマジンスタジオで無料セミナー、相続の基本と対策、これから始まる就活準備を開催。詳しくは日本放送ホームページをチェック。
詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。